ゃあ佐藤園です。こちら見てください。脇芽がですね結構出てきました。はい、前作の脇芽もくれずに脇芽取り、まあ、プチッと作品になってますんで、そちらの動画に負けないようにですね、こちらも今回もですね傑作作っていきたいと思います。今回はですね、なんと佐田農園オリジナルのですね最新型全自動脇芽取りマシンを開発しましたんで、はい、そちらをお見せしたいと思います。そちらがですね、こちらです。はい、あ、わかります？これですね、自家発電して動ける、まあ電池、リサイクル電池で動く、こちらですね、農業用ロボットの、ちょっと笑っちゃって申し訳ないですけど、ペンちゃんです。ペンちゃん4号ですね。はい、ペンちゃん4号です。こちらをですねこう念を込めるとですね、この脇芽を、はい、取ってくれるんですよね。で、今回ですね、前回同様ですね、下から1、2、3、4、5、6節目まで6節目まで、はい、取るんですが、もう手使わないですね。このペンちゃん4号がですねやってくれますんで、じゃあやってみますよ。とりあえずこう念を込める、そう、よく見ててください。ここですよ、この辺。はい、どうでしょう。取れましたよね、脇芽。これはですね、フィクションですよ。はい、ノンフィクションではないです。編集してますよ。はい、編集してないわけじゃないです。はい、このペンちゃんの働きによってですね、脇芽、下から6節目まで全部。はい。で、これ、蓄電もできるんですよね。蓄電できて、これをですね、ハウスの電気のコンソールにポンと置くとですね、それ、この蓄電した電気で、中のですね、転送とかですね、カーテンを動かすこともできるんで、はい。これ、確かですね、UFO キャッチャーだったかな？ 100 円ぐらいで取れたような気がするんですけど、はい。皆さんも試してみたらどうですかね。はい。こうですね。はい。次、こう、やりますよ。はい。置きますね。はい。で、これも結構ついてますね。はい。あ、ちょっとこういう状態じゃないですよ。ちゃんと、舐めた形で、こう、なんかふわふわしてる感じで。はい、こんな感じ。この状態の時が、今、スタンバイ状態なんで、じゃあ、はい、どうでしょう。脇芽取れましたよね。1、2、3、4、5、6、あ、ここだけちょっと取れなかったみたいですね、ペンちゃん4号。これは自分で取っちゃいましょうね。てか取れないですね。はい。はい、こんな感じです。実はですね、ペンちゃん4号だけじゃなくてですね、まだいるんですよ。取りますよ。当社のですね、佐田農園オリジナル自家発電農業、最新鋭農業マシーン、自動脇芽取り機、これです。ガチャ。はい、どうですか。これですね、花子6号です。はい、花子6号。こちらもですね、やっぱり念を込めるとこんなに脇芽ついてますよね。見えてますか。これをですね、花子6号よろしくね、やると、ってやると、はい、はい、はい、見てください、脇芽取れてますよね、すごいですよね。同じ、はい、次も行きますよ、よろしくね、はい、これ入れてる時じゃないとダメですよ。はい、脇芽いっぱいありますよね。いきますよ、花子6号よろしくね。あ、ちょっと止まっちゃってるんで今ダメですね。こう軽快にこう揺れ始めた時に、そうですね、花子6号よろしく。はい、脇芽、はい、取れます、取れてますよね。はい、でですね、これだけじゃないです。花子6号、ペンちゃん4号、はい、プラスですね、まだいるんですよ。それがですね、はい、はい、ちょっとあれ、これちょっと今電源
お、あ、オンになりました。はい、見えてますか。はい、こちらもですね、デンタ君1号です。はい、デンタ君1号ですね。こちらもですね、自家発電してですね、こう数字を電卓代わりにもなるんですけど、でもこれあれですよ、農業用ロボット自動脇目取り機ですね。はい、ね、脇目、はい、ありますよね。はいはい、取りますよ。じゃあお願いするんですよ、電卓君1号よろしくね。はい、はい、こんな感じで、はい、脇目取れましたね。ってことです。このようにですね、全自動ハイスケールフルスペックオートモービル最新鋭デンタ君花子6号ペンちゃん4号ですね、導入しまして、脇目取りは全て、はい、6節目までって言っておけば取ってくれますんで、皆さんもですね、ぜひ、はい、こちらセットでですね、こちらこうちょっと舐められてる感じしますが、こいつは揺れないんですよ。でも押せるんですよね、はい、揺れないけど押せるんです。はい、どうですね、はい、皆さんもどうですね、もしですね興味があったらですね、自家発電ですよ、はい、こんな感じで揺れるやつだったらみんな多分やってくれると思うんで、はい、試してみたらどうですかね。はい、どうす、前回クイズの回答はこちらですね、デンタ君1号、はい、今回クイズはこちらですね、こちらとこちら、農業用ロボットに、自動脇目取り機に名前があったと思うんですが、そちらをご回答ください。以上、シャタが農園に来ました。はい、じゃあまた。